つもと一緒です。なんだろう、おはよう。なんか違う、画角がいつもと反対。嘘、一緒だけど。なんで？いきなり？いきなりそんなことある？なんで？昨日他の子も反転して映ってる子いたから何かしらの不具合だと。そうなんだ。変な不具合。今日の朝は昨日までが賞味期限だった赤福を食べたいと思います。飛んだ気がした。カフクって食べるの難しい。賞味期限どこに書いてあるんだろうかな。したらレッドフォーチ、うん、今日マカロン美味しかったよ。赤福は消費期限なんだ。製造して2日で食べにゃいけんのんじゃ。なかなかシビアですね。消費期限昨日まで。いきます。
消費期限は製造あ3日間なの、でも製造15日って書いてあるからっていうことだよね。これなんだ消費期限、じゃあまだいいか。一ついただきました、ごちそうさまでした。おいしいねお茶。冷蔵庫入れとかなくて痛まない？え、でも買った時ね、常温にっていうか普通に置いてあったよ。緑茶です。昨日までかと思ってた。これじゃあセーフじゃん。もう足が痛そうすぎてどうしよう。くじ板みたいになってるし、黒いめっちゃ。本当に黒い。うわ、どうしたらいいんだろうこれ。全然腫れ引かない。大変、本当にね大変。好きな食べ物は大福なんだ。大福が好きってわけではないけど、賞味期限消費期限を絶対と思わない姿勢は好感が持てますさあ、賞味期限は切れても3ヶ月ぐらい大丈夫じゃない？おいしいなんか切れただけだもん。でも公園結構靴下あるから、最後の靴下をちょっと上げさせてもらえれば。って感じじゃない？はよー。痛くないの。なんかね、でも歩くたび違和感はあるんですよね。もう足首が腫れてるんですよ。腫れてるからこそなんか、歩くたびに違和感はあるけど、せっかく最近なんかいっぱいさ、マッサージしてさ、ちょっと細くなってきてたのにさ、太くなった。腫れてるから。虫に刺されて山、4日5日間山にいたんですよ。そう、5日間山にいて、ほんでなった。そう、行きたいんですけど皮膚科の病院、昨日も今日も行けなくて、そう、時間的に無理なんです。
撮影で山で泊まってたんです。山の中で泊まってたから見たいんですか。いや本当にね、これはね閲覧注意だから一回ちょっと無理かもっていう方は一回退出してもらわないといけない。本当に痛そう。バンされるレベル分かんない。いや、ブトって言ってました。ミナミは指刺されてた。でもうちも指も刺された。だからちょっと中指腫れてる。ここ。ここ。あ、でもそんなに腫れてる感はないかもしれないけど。ブトが多いんだって。でも足はこんな、もっとやばい。みんな目をつむってて、やばい人はどうやって見せてないんだ。目をつむってくださいね。ここがやばいの。なんかね、そうこっちの色、最初に見せた方の色はまあすごいんだけど、さっきよりはすごくない。なんかここが、ここに刺された、ここに刺されたで、なんかここがなんか2つの恩恵を受けて腫れてるみたいな。そう、なんでなんか知らんけど、ダニじゃないって、ブドだってば。リアルだね。でしょ、リアルだもん。いや8カ所ぐらいか刺されたの。でも京都の方はブユって言ってた。ブユ、私ブユの方が分かんなくて、ブヨでも分かる、ブトでも分かるけど、ブユは分からんかった。やばいよね。右足もやばいし、さっき見せた方の足の太ももも刺されてるし、でもスカート履いてたんですよ、膝丈の。その日に刺されたんです。そう、ブユは山にいる、山にいたんですよ。私も山でスカートは、でもあの衣装なので私が着たんじゃない。病院で塗り薬、いや行きたいんですけど行けないんだよ。いや虫よけスプレーとかは振ってたんですけど、でも私だけじゃなかった、刺されてるのは。みんな刺されてた。
かんない。顔刺されなくてよかった。うん。でもなんか武藤はね、膝から下を刺すらしいよ。そう、マネージャーさんも刺されてた。南は刺されてなかったから、そう、油が乗ってないからだって話してた。治るまで1、2週間。すごいんですよ。あと大型、ステロイド多分買ったと思う。塗った強力なやつ。両足ってのがいる。うん、そうなんですよね。大型は刺されやすいって言ってたよ。本当か分からんけど。でも南も大型か。どうだっけ。あいつらも塩気効かん。だって。いや皮膚科行きたいんだけど行けないんだってば。わかるけどさ、言われても。無敵じゃん。虫よけも効かんかったら無敵じゃないですか。残らないといいな。昨日チリパのふりかけ届いたよ。ありがとう。あ、おめでとう。暖かい人は刺されやすい。へえ。私暖かいわ。体温高い人だ。そんなボクチンお仕事どんなボクチン。金管塗った。腫れてるから突っ張ってさ、歩くのもなんか、なんつったら違和感があるの。撮影に行った京都の山で刺されたんですよ。お部屋じゃない。痒くなくて痛いんだ。今はね、痒さを超えたけど、なんかたまに痒くなる。またかきむしってないんですよ。これかきむしってなくてこの色なの。怖いでしょ。足と指。あ、でも市販の薬は親が買ってきてくれました。私が昨日お仕事してる時、京都の山奥にいたリラックスアウトドアリゾートさんっていう。
楽しかった。なくなるように髪の毛してきた。ありがとう。スキンレス可愛いですね。アイドルとかできそう。ありがとうございます。頑張ります。そう、大変でしょ。はい、薬塗ってるんだけどね。いや、なんかね、どんどん腫れていってるの。治ってないっていうか、悪化してるっていうか。しかも腫れたところの周りがなんか、なんつったらいいんだろう、腫れ、刺されたところの周りが腫れてなんか紫になっていってるんですよ。そう、公園です。私いや、寝てる間じゃないの、お昼、昼間内出血、昼間に刺されて2日前、3日前かなの昼間に刺されて、今こうなってる。あざのところは熱とかあるんですか？あのね、今はないけど、刺された時とか、15？ 刺された日と次の日とかはめっちゃ暑かった。刺された時に指でつまんで毒素は出した？出してないんですよ。それが知らなかったし、撮影中だからそんなこともし分かんなくて、知らなくて。ただ刺されたところから血が出てたから、わーっつって血だけ拭いて、マネージャーさんもそうなってて、どうしたらいいかなんて教えてもらえないじゃないですか。だからだと服装も決まってるし、対策難しいね。だからストッキングとか用意してくださってたり、用意しとけばよかったって思った。ツツガムシのリケッチアって何？はよ。最近なんか体のどこかが不調なだけで、気分が下がって全部が不調に感じちゃうんですよね。いや、もう別にそんな不調な時が長いとかは全然ないんですけど、なんか喉がさ悪かったらさ、なんかズーンってならん？はあ、
アナフィラキシーショック。聞いたことあるな。そうそう、ブヨではない。でも現地の人がブヨって言ってたんですよ。現地の人が言ってたらそうでしょ。ね、梅雨やだよね。まあ今日も頑張ります。13位としひろさん、12位セリアさん、11位ダダダダムダさん、10位キュート6さん、8位間違えた9位中原さん、8位ギルスさん、7位坪井ゆうすけさん、6位クマさん、5位台湾のひこさん、4位ひょうさん、3位マモルンさん、2位とにかく病院に相談してみなさいさん。分かってるって、行けないんだよ時間的に。ありがとうございます。でも見なさい、ありがとう。そして1位はトゥルルルンじゃん、花丸くんさん、ありがとうございます。花丸。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルンじゃん、おやじさん、ありがとう、ありがとうございます。病院に行ける時間をください。逆にありがとうございました。 V をハレで検索したら道みたいな足が出る。本当？行けなくても直接もらえるかも。どういうこと？運営に相談しましょうね。その猫の名前、死者も猫。行かないと手遅れになるか。あのね、そう、全部わかってるの自分でも。でも時間がなければしょうがないじゃん。まあ運営さんには言ってみますけど、皆さんの気持ちもありがたいけど行けないからさ、時間がないから、そうやって言っていただけるのはありがたいけど、自分で時間はどうにかできる問題じゃないんですよ、お仕事だから。でもありがとうございます。時間を見つければすぐにでも行きます。それでは皆さん、今日も一日頑張ってください。はい、ありがとうございます。それではまた、バイバーイ。